さん、ここ置いとくよ。ああ、ありがとう。あれ、もうなくなったんだ。ねえ、このニンニク入りのオリーブ油さ、すっごい美味しかったよね。でも、高かったんだよね。これ、また買ってきてよ。オリーブ油、オリーブ油。あ、ここね。あれ？ないわね、ニンニク入りオリーブ油。これはトリュフ味。でも、買って帰らないと。なかったの？ってうるさいし、ニンニク入りとはちょっと違うけど、案外これも美味しいかもしれないし、トリュフ味、これいってみよう。この香り美味しそう。それにこのツヤ、地中海を思わせる輝き。大げさなんだよ。でもなんかうまそう。オリーブ油買ってきてくれたんだ。ニンニクのはなかったから別のにしたんだけどね。美味しいか美味しくないか勝負ね。さあ食べよう。いただきます。何入れたんだ。トリュフ、オリーブ油。トリュフってなんだ。なんか排気ガス臭くない。タクシー食べてるみたいな味。食ったことあんのかよ。やられたわ。こんなにまずかったなんて。負けたわ。負けたって何が？行ってきます。あー、みっか。役所の窓口って何時までだっけ？え？ついでに銀行行くんだけど、どっちが早く閉まるんだったかなって。最近は遅くまでやってる銀行もあるみたいだけど、ここら辺は3時で窓口閉まっちゃうでしょ？先に銀行行った方がいいんじゃない？銀行が先ね。そうするわ。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。町に出るのか。いやね、お父さんたら山奥に住んでるみたいな言い方して。ついでにビール買っといてくれ。え、わかったわ。今日は帰るの早いぞ。あ、はいはい。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。気をつけてね。さて、まだ余裕ね。それで掃除もしたし、洗濯も終わった。あとは銀行行って役所に。銀行？え、もうこんな時間？大変！急がなきゃ。開いてるわよね。開いてて。やった、開いてた。次は役所ね。そういえばここの商店街で買い物したことなかったわね。とりあえずお値段のチェックでも。値段も質もうちの近所の商店街と同じくらいね。ん？あら、安いわね。ここで買うと荷物になるけど、今買わなきゃ絶対損ね。買った。ん？ん？あ、お父さんのビール買わなきゃ。安いわね。ここに決めた。ありがとうございました。あら、やだ、もうこんな時間？役所閉まっちゃう。開いててよ、お願い。役所は5時までなのね。焦ったけど余裕だったわ。勝った。あら、さっき買ったのと同じティッシュ。値段は
248円？これより20円も高い。私って買い物上手。今日はなんだか絶好調って感じかしら。どれどれ、こんなものね。もうこんな時間？用事済ませたらすっかり安心しちゃってた。今日お父さん帰るの早いって言ってたし、今から帰って食事の準備となると遅くなっちゃうわね。はい、コロッケのお客さん、毎度。どうも。お母さん、てか危ないでしょ。そんないきなり飛び出したら知らない人だったらどうする。何のんびりしてるの。急ぎなさい。ちょっと、そんなに急がなくたって。ニコよ、次の電車が来るまで10分もあるんだから急いで。諦めて次のに乗ろうよ。駆け込み乗車はおやめください。間に合う。勝った。勝った？そう、これは勝負なの。お母さん、今日は朝から勝つか負けるかの勝負に勝ち続けてきたの。あー、なんて調子のいい日かしら。そうなんだ。お父さんより早く家に着くかしら。すぐだよ。ほら、もう駅見えてきた。あー、ほんとだ。これならなんとか先に着けそうだね。うん、頑張って走った甲斐があったわ。列車が通過し、発線の内側に繋がります。あれ、止まんないよ電車。もしかしてこれ急行に乗っちゃった。したわ。情熱の赤いバラ、そして